赤コーナー古田太一がやってまいりました。38歳になりました。183センチ、上背の上では2人、まあ、1センチ違いほぼ同じですが、長友さんだいぶ迫力ありますね、はい、体の分厚さありますね、胸板の筋肉もすごいですね、はい、そうですねついつい笑っちゃいました今、でもだいぶそういうところもこれ能力アップを見せてきて、 OD 県がこれでもう23戦目となるんですが、はい、15勝で 11KO、 KO 率も高いですね、12歳差対決です。ここから上り調子、はい、上昇カーブを描いていきたいパンチの青いグローブが OD 県、はい、そしてそれに対して38歳、もう長い間戦ってきましたリング上でもそれから空手でもですよね、古田太一選手は20歳からですね、空手スタイル、このスピードでさらにコンビネーションをここに向けて増やしてきたというのが OD 県です。あの以前はもう丸刈り、髪の毛だいぶ短く刈り込んでいた OD 県なんですよ ね、 イメージが変わりましたね、だいぶ変わりました。ちょっとその軽量の場で長友さんが、はい、あれ OD 県選手って、はい、分からなかった一瞬、はい、そうなんです、ね、はい、あのパンフレットで見る OD 県選手と、はい、昨日会見で見た ODK 選手とちょっと違ったので、うん、ODK 選手は小中高大ってあの野球でピッチャーをずっとやられてたので、そうですね、投手、いやこれ握るボールをグローブに変えてと、うん、今もさらに迫力のあるアタックを見せております。速さありますよね ODK、 そうですよね、パンチにスピードは確かにあるイメージ、うん、はい、あります。野球、このミドルキックもそうですけれども、もうそうですよね、基礎トレーニングっていう点ではもう長い時間ずっと行ってきたという土台があるってことですよね、はい、あとやっぱ精神的にもやっぱ影響しているのかなと思います。強いイメージはあるので、野球ってやっぱ集団で、はい、するスポーツじゃないですか、そうですね、はい、根性ってどうしても問われますもんね、うん、プレッシャーだったり責任感とかそういうのも強いんじゃないのかな、はい、お右の突きは古田忘れてくれるなと、新生 K1 戦線でヘビー級戦線で今また新たに名を残さんというのが赤いグローブの古田です。おしかしパンチからこのローキック、こういうところですね、 OD 県のコンビネーション、ここでちょっと古田の打ち方、右ストレートスピーディーにボディ打ちもあって、打って離れてすぐに自分から前に出る、膝もあるんですね、いいですね、今パンチ見せてから、はい、ちょっと相手に分かりづらい軌道で、左フック当たった、ふらついたところに ODK 切り前に出てくる、右のフックも引っ掛ける、古田もストレートで逆シュート出るんですが、タイムストップ、タイムストップです、ここタイムストップです。残り20秒ほどでしょうか、あ今両手でこれクリンチ状態、首相撲、首突きに対してはこれ口頭注意1となっています。 OD 県がすぐ前に出てくる、ちょっと古田の動き止まりましたね、特に左から突破口としてきます、そして右ストレートボディ打ち、ここで第1ラウンド終了です。ヘビー級の一打 OD 県見せましたね、すごいですね、振り投げるようなこう、はい、パンチと思いきや重心を低くしているまたストレート、すごいですね、ちょっと野球式ではないですけれども、そういうところも少し、ね、基本スキルの中にあったりするのかななんていう、中からこれ左外角からちょっとオーバーハンドでこう投げるようなパンチっていうのも、はい、こういう打ち合いの中では古田選手見えていないところもあったりです。立ったままセコンドの声を聞いています。左当たりますよね、オーディケン、そうですよね、破壊力を感じます。さあセコンドアウト、ここから第2ラウンド目です。ラウンド2、ちょっと肩で息をするような表情にも赤いグローブの古田太一、
ミドルキック強い OD 剣青いグローブもう一発さらにパンチから飛び膝へ低空飛行で見せてまいります。 OD 剣ちょっともうこれ攻撃ギア上げましたね。上げてますね。明らかに仕掛けてきてる感じが、はい、伝わります。この大きな体拳左フックローキック前蹴りは左でヒットさせてダウン以上を見てみたいとい う、 もうこれ場内の空気感感じますよね。やっぱり新宿フェイスヘビー級の戦い OD 剣のその攻撃の実験の場です。そして返していきたい古田太一38歳古田26歳ここから油が乗ってくる OD 剣ボディもいいですね。あとは何で倒すのか。あでも古田の方もちょっとこれ回復してきたか、はい、強い下段の蹴り結構すごい、しかしダメージはこれ表面に出しません。 OD 剣ワンツーのパンチから前蹴りへ古田の方はどうでしょうね。そうですね、コツコツ、はい、前に出てきてる感じはありますよね。徐々にっていうことなんでしょうか、はいはい、あでも攻撃手数ではやっぱり OD 剣右ストレートガードの上から組みつくとここはブレイクです。さあ残り1分になろうとしています。でも古田も目がいいですね。いいですね。死んじゃいないという存在証明のようにも感じられますね。38歳でこうやって戦ってるってかっこいいですよね。そういうことですよね、はい、ああ右ローから右のパンチ左フックへ。でも古田選手もすごい狙ってる感じが、はい、感じられません。ああそう見えますか、はい、うん、ね、さらに手数増やしていきたいですね。それとも一撃でというところなんでしょうか。その突破口がどこかと見ているのか古田。 OD 剣は攻撃を連ねていきます。あと15秒切りました。思い切って右フルスイング。このスピードには右の下段の蹴りローキック OD 剣返す。ここも交錯。第2ラウンド終了です。ラウンド終わっても相手の方ちょっと見ているような、はい、そんな古田の表情です。緊張感ありますね、いやでもどんな風に映りましたか。やっぱりこうパンチもそうですしこの OD 剣選手の攻撃の多さ、やっぱパンチで来ると思いきやまた膝もある、はい、っていうこう良き予想できないような上中下必ず、はい、そうですよね、そうですよね、打ち分けてるんですよね、うん、呼吸の方もだいぶこれ整っているようですね。セコンドの声視線外さず答えています。あ気合をここは入れられましたかね。古田サイドです。コーナーからセコンドに今グレート草津さんですねついています。あの大野隆さんもついています。ですからその聖堂会館での仲間たちがここで声を送ってという古田陣営なんですね。さあ最終第3ラウンドまた OD 剣がしかしスピードを上げてボディ打ち、おー今おーっと声出しましたね古田。すごいですね、うん、返せるか。右顔面へ目をカッと見開いての古田、それをやや上目遣いに顎を引きながら睨みつけるようにステップ。しかしローブロー OD 剣です。OD 剣の流れがまた来たなというところでしたがね。そうですね。あここでジャンプして回復に努めます。
再開です。再開。赤いグローブ古田、長いキャリアがあります。2004年4月デビュー。それに対してこれを食えば食らえば大きいというのが新鋭の OB 剣。パンチから斜めのローキック、相手の蹴りもこれカットして、やはりハイキック、つなげて右フック。古田のストレートも返しますが、ここは苦しくなったか、ちょっと首ついています。ブレイク、ボディーローキック、バシーンと古田。でも何かこういうしのぎ合いの中で、はい、古田も一発ありますからね。そうですよね。顎はこれ左が届いています。手数ではまあ断然 ODK 選手、はい、スピードも3ラウンド目になっても落ちてないっていうところがすごいですよね。今も右をかぶせて放っていきました。力を抜いてすぐ行けという声がセコンドからも聞こえてまいります。 ODK サイド、古田がアートリザー。古田これは距離を潰してガードしています。ヘビー級の戦い、右ストレート一発、OB剣古田太一からダウンを奪った。崩しています。ちょっと時間差あって2発、畳みかけた、立ち上がりますがフラフラ。これは試合続行不可能です。最終ラウンドに KO 決着。あの右ダブルで捉えれば、これは古田太一といえども前のめりに崩れました。3ラウンド2分12秒、12歳差、先輩格を下しました OD 剣です。まず KO の場面どうでしたか。破壊、2ダブルで、ここですね、右が直撃と思いきや、またもう一発、また右、左も一つ見せてはいたんですよね。そんな中でスピードもありますよね。これですね、はい、そして手数でも圧倒しました。 OD 剣 KO 勝利。